また携帯壊しちゃった。どうしたですか？寝ぼけて踏みつけたです。ちょっと力を入れて充電器のコネクタを抜いたら、端子が折れちゃったのよ。ちなみに、これで3回目なのよね。アイちゃんは乱暴に扱いすぎです。もっと優しく扱うです。個人的には優しく扱っているつもりなんだけど、そんな IF にガストがとってもいいアイテムを紹介するんですの。じゃーん、ワイヤレス充電器ですの。ワイヤレス充電器って言われても、変な板と携帯のバッテリーよね。IF、バッテリーをこれに変えてこの台の上に置いてみるんですの。物は試しね。 OK、わかったわ。え、すごい、いきなり充電が始まったわよ。携帯を充電台に乗せると充電ができるんですな。もちろん仕組みは企業秘密なんですの。すごいじゃないガスト、これなら間違いなく人気商品よ。これからこれを売っていくつもりなんですの。これは試作品なのでIFにプレゼントするんですの。本当？ありがとう。大切にするわ。お久しぶりですね。お待ちしてましたよ。今日もお仕事の内容の説明できました。助けて以来時々出てくる外回りさんだ。アヒさん、お仕事いつも大変だね。休みとかないんでしょ？そんなに忙しそうに見えますか？ここのところ週半分は休日なんですけどね。だいぶ大詰めなので下準備も済んでしまって。うらやま、いえ、週の半分もお休みなんて労働基準法違反甚だしいです。やっぱり悪い会社です。まあ我が社は製造工程のほとんどを機械が担っているもので。そっか、そうだよね。代表が技術者嫌いだもんね。作るのは機械の仕事なんだ。そういうことです。では雑談はそれくらいにして本題の説明に参りましょうか。この施設なんですが、見た目以上に年数が経ってまして、実はもう廃棄された施設なんです。用が済んで取り壊しもしないまま放置？自分勝手な会社ね。それで、そのいらなくなった施設に何で連れてきたの？実は施設を引き上げる際に必要な資材の一部が取り残されたままになっていたらしいんです。今回はそんなアイテムの回収をお願いします。集めて全部渡せばいいですか？なんかぬか喜びばっかりさせられるみたいで嫌なお仕事です。いえいえ、回収したいのはごく一部。お願いしたもの以外は全て自由にしてもらって構いませんよ。
それもそれで、おこぼれをもらってるみたいで、嫌なお仕事です。ところで、どんなアイテムを回収してくればいいの？樹木系？先折りタバコ？それとも段ボール？最初に資材だと言ったはずなんですけどね。特定の鉱石を見つけて回収してきていただきたいんです。見つけてきてほしいアイテムって石？そんなのアブニールの工場のどこで使うの？これが意外と使うんです。にもかかわらずモンスターのせいで採掘もままならないありさまで枯渇しがちな物資の一つなんですよ。ですが当然どこにでもある石じゃありませんよ。たった1グラムでゲーム機を1万年も動かせる蒸気を逸したエネルギー鉱石なのです。ゲーム機を1万年？それはちょっとすごいかも。そんなすごいのを取ってくるんだね。そんなすごいのを取ってきてもらうんです。うちの製品は屋外で使われるものも多いのでコンセント NG で内部電源な場合が多いんですよ。なんでいきなり入り口が閉じちゃうの？ちょっと外回り、変な冗談やめてよね。冗談？何の話ですか？いやーすいません、手違いでしまっちゃいました。というのではなく、単純にこちらの都合です。あなたたち3人にはこの中でモンスターたちの餌食になっていただきましょう。一体どういうことです？アクラは怖いです。早く入り口を開けてほしいです。あらら、そうですね。さすがに真っ暗というのはかわいそうです。見えるように明かりくらいはつけてあげましょうか。どうして？アイテム取ってきてあげないよ。この状況でどうしてそう間の抜けた発想につながるんでしょうね。ゲーム機が1万年も動く石なんてありませんよ。オーバーな方がかえって乗りやすいかと思いまして、仕事の話もアブニールではなく私個人からです。名義には会社の名前を使いましたが、何か？私たちに何か恨みでもあるの？どうしてこんなことするの？今まであんなに仲良く喋ってたのに！実はずっと前にある人に会いましてね。それ以来あなたのことは聞いて知っていたんですよ。ネプテューヌさん？うわ、新型だけじゃなくこいつもネプコ狙い？やっぱりネプコ、記憶がなくなる前は大悪党とかだったんじゃないの？そんなことないもん！そんなことないです！私はネプネプを一番よく知ってるです。ネプネプはずっとネプネプだったんです。それはさすがに分かんないだろうけど、でも信じたいってのは私も同じよ。なんていうか冗談だからね。アイちゃん、ああ、一つ言い忘れていましたが、この施設は
あと数分で自戒しますから。なんかお決まりですいませんね。ではさようなら。ってちょっと、もういないか。どうするの？モンスターもいるみたいだし、他の出口だってあるかどうかわかんないわよ。よし、とにかくここでよ。それで次に会ったらあの外回り倒しちゃおう。出口がないかもって話聞いてた？まあ、その人の話を聞かない前向きさが長所であり短所であったりもするんだけどね。探せばやっぱりあるもんだね、出口。諦めなくて正解だったじゃん。私は別に諦めてたつもりはないけど、にしても本当にモンスターと一緒に閉じ込めたくらいで倒せると思ったのかしら。いえいえいえ、モンスターさんと一緒に閉じ込められるなんてかなりのものです。一歩間違えば本当に外回りさんの言った通りひじきだったかもですよ。でも少なくとも外回りは私たちの実力を何度か見てるわけだし、普通すぎてらしくないというか。無事出られたんだからそれでいいじゃん。今日のお仕事はこれで終わり。シアンのところに行ってご飯にしちゃおうよ。あれれ、なんか町の人が騒いでるですよ。何かあったんですか？いた。頼む、助けてくれ。アブニールのロボどもがうちの工場に。時間稼ぎだったのかもね、外回りにとっては。個人的だって言ってたけど、きっとこのために閉じ込めたのよ。ひどいです。ほとんど全開です。これじゃあもうお仕事できないです。あれがこんなことしたんだね、許せない。やれやれ、しょうがない。相手してあげますか。大丈夫だ。まだお前らにやった試作品が残ってるだろ。俺だってまだまだ諦めないぜ。中止だって言われた時みたいなみっともない姿はもう見せないって決めてるからな。そうだよ、試作品
私たちが持ってるこれがあればまだ出店だってできるわけだよね。もちろんだ。というわけで博覧会が始まるまで一時回収な。もらったのに。博覧会当日にはちゃんと返すって。だけどそれまでに使って壊れちゃまずいし、改善点だって山積みだ。分かった、シアンに預けるよ。っていうか貸すとしか言ってないだろ。博覧会が終わるまではまだお前らのもんじゃないぞ。